はい、皆さんこんばんは。 NHK から国民を守る党参議院議員の浜田聡です。ただいまですね、私福島県の双葉町にある双葉駅、 JR 双葉駅の改札の前におります。こちらはですね、今年の2020年の3月にこの常磐線南北を走るですね、この JR 常磐線が開通しました。震災によってですね、長い間分断されていた、通れなくなっていた常磐線が3月に開通して、で、この双葉駅もですね、新しくなっているというのは、見ての通りだと思います。駅の改札にはですね、人は、駅員の方はいない状態でございます。ただいまの時間がですね、17時27分で、もうすぐ品川行きの特急日立が出るみたいです。そのアナウンスがあります。まもなく列車が参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。ですね、ちょっと見えると思うんですけれど、空間占領率というのが、表示ありまして、 0.085 マイクロシーベルトパーアウアーと表示されております。参考までに、値の方ですね、福島県内、震災前はですね 0.04 マイクロシーベルトパーアウアーということで、ございました。それに比べると、多少高い感じですけど、一応この程度であればですね、おそらく問題ない程度だと思います。 0.090 マイクロシーベルトパーアウアで、ちょっとね、誰もいない、駅を一人でね、徘徊しているというか、いろいろと見させていただいております。南に行くとですね、いわき方面で、北に行くと原の町からですね、岩沼の方に行くと、で、その先仙台があるということに、ところだと思います。ちょうどですね、列車が来たところですね、特急日立だと思います。いわき行きか品川行きかな、ちなみにですね、電車は1時間に2本あるいは1本2本、そんな本数だと思います。ちょっとインカメの方でも撮影したいんですけど、インカメちょっと左右逆になったりして、しますので、なんとなくちょっと感じとして個人的には好きではないので、このまま撮影していこうと思います。はい、一応ちょっと自分の顔をね、少しだけお見せしようかなと思います。はい、ちょっとカメラのピントが合わないですね。今駅舎の2階から1階に降りてくるところです。非常に静かな駅舎でですね、誰もいないですね。走ってる特急の中にはそれなりに人が、乗客の方がいるような気がします。浪江町、失礼、双葉町の、双葉駅前におりまして、駅舎がね、本当に新しくて、新しい駅舎でございます。ちょっと見えるかな、双葉駅。レンタサイクルが見えますね。駅舎が綺麗でですね、あと大きな建物の工事もしているみたいです。本日のですね、午前にいわき駅近くのレンタカー屋さんから出発して、こちらに来ました。
まあ、いわき駅からですね、まあ、普通に飛ばせば2時間かからないぐらいで、ここまで来ることができます。まあ、国道6号線を北上して、ここまで来た感じ、まあ、来ました。で、まあ、この辺りになるとですね、帰還困難区域といいまして、道路で、まあ、通行止めのところが結構たくさんあります。こんな感じですね。双葉駅周辺に立ち寄られる方へと表示がありますけれど、まあ、入るなと指示されているところは、まあ、入るなということで、あります。双葉駅周辺にはちょっと読み上げますね。双葉駅周辺には避難指示が解除された区域、2番立ち入りできるが避難指示が継続している区域、3番として引き続き立ち入りが制限されている区域とありますので、まあ、いろいろとね、見て回る際には気をつけないといけないなと思います。はい、屋外のね、線量計がありまして、こちらはねちょっと高いんですよね。先ほどより 0.268 と 0.268 マイクロシーベルトということで、まあ、まあ健康上ですね、問題ない程度だと考えておりますが、まあ、先ほどのね、屋内のところよりちょっと高いっていうのは、まあそういうなんつうのかな、まあ、この辺りにいると嫌でもね、放射線量を気にしてしまう、そんなところかなと思います。街の至るところに、線量計、線量表示があります。で、ちなみにここはですね、その双葉駅のすぐそばに無料の駐車場があります。ちょっと暗くても見えないですけど、はい、一応ね、20台ぐらいかな、駐車できるスペースがあります。まあ、ちょっと全然見えないと思いますけど、はい、まあ、私、いわき駅北のレンタカー屋さんでレンタカーを借りてここまで来ました。はい、というわけで、まあ、これからですね、浪江町の方でホテル取っておりますので、そちらまで向かってこちらで、一泊したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。双葉駅前より NHK をぶっ壊す。